悔しいですって安尾が言った場面のところもみんなに言ったっていう話をこの前したんだよ。はいはいはい、ね、みんなこんなのこんな途中で食事や休憩入っちゃって気持ちができないんだからお前ら飯食ってる場合じゃねえぜみたいなこと言ったけど、いや食ってきますよって言って、お腹すいたし、ふざけんなこんな感情がね、もうマックスなんだ時にダメだろうって。いやその時は僕思ったよ、お前飯食うのかよ、食うでしょお昼だから食べるでしょこの人何言ってんのかよく分かんなくて、それで帰ってきたらさ、あんなすごい芝居しやがって、なんだできるじゃんと思ったっていうね、なんだ食ってもできるんだなって言って、いや多分食わないとお腹すきすぎて涙も出ない逆にね、だってエネルギーいるもんね、泣く芝居ってすごい、そうだから